2024年4月、イッチは祖父から貴重い人形を託されたと言って、スレを立てます。しかし、その人形にはとんでもない秘密が隠されており、その事実を知ったスレミンたちは、最悪な結末を迎えることとなるのでした。とある日の2チャンネル、26歳の会社員だというイッチは、貴重い人形もらったんだが、と言って、スレを立てました。なんでもイッチは、祖父が他界するときに、ある人形を託されたというのです。そして、イッチはその人形を、絶対的にキモい、と言い切り、なぜ自分に託されたのかわからないとスレミンたちに打ち明けました。するとスレミンたちは早速、人形に意味なんてないだろとツッコミを入れ、中にはとうとう身内にもらったものでさえキモい扱いする時代になったのかと、世の中に嫌気がさすスレミンも存在します。そして、恋人は、アダルトグッズ2機が、ラブドールなら一人でめでとけ、と湧き立つ中、あるスレミンが、どれだけ貴重い人形か見せてみろ、と、イッチに人形の写真を要求しました。しかし、イッチは煽るスレミンたちを制止すると、人形の写真をアップする前に、俺の話を聞いてほしい、と、何やら複雑な事情がある様子。ところが、スレミンたちは、よこしまな心を前面に出しながら、早くしないと風邪ひく、などと言って、イッチをせかします。すると、イッチは、人形の入手経路が、ちょっと特殊なんだと切り出して語り始めました。なんでもイッチの母親はイッチが生まれた直後に亡くなり、父親は母親の看病によるストレスから病気になってしまったとのこと。そのためイッチが子供の頃からずっと入院しているらしく、イッチはじいちゃんに育てられたのだとか。また、イッチの祖母も早くに亡くなっているため、じいちゃんがイッチの代わりだったと、子供の頃のエピソードを明かします。すると、早速この話に、目から水分が飛び出してきた、と、独特な表現で感動する。涙腺うるうる2機たちが誕生しました。また、昭和の昔話みたいでいい話だな、と興奮するスレミンもいて、イッチの話に興味津々な様子です。ところが、イッチの壮絶な生い立ちと、このスレは関係ないのではないか、と言って、冷たく返すスレミンたちもいるのでした。すると、イッチは、そんなじいちゃんが最近亡くなった、と、切ないトーンで切り出しました。そして、イッチは、じいちゃんが亡くなる少し前に、遺言を受け取っていたことを明かします。それは、自宅に人形を保管しているから、それをイッチに託すという内容で、イッチはじいちゃんの四十九日が終わったこのタイミングで、生まれ育った家の片付けも兼ねて人形と対面するというのです。しかしイッチはまだ人形を見たことがないらしく、不安を感じている様子。するとまだ人形と出会っていないというイッチに対し、スレミンたちからは、まだ人形もらってないのかよ、と盛大なツッコミが入りました。また、
可愛かったらくんかくんかしてやるという確実に人形よりも貴重いスレミンも存在するのでした。それに対してイッチはじいちゃんの家には子供の頃から人形がたくさん飾ってあったと話し、どれもキモくて怖かったから今回の人形も貴重に決まっていると決めつけます。ところがそんなイッチの話を聞いたお金に目がないスレミンたちは、遺言を残すってことは相当な品かもしれないと予感し、さっさと回収してこいとイッチをせかしました。そしてイッチも育ててくれたじいちゃんの遺言だから貴重くても絶対に人形を受け取ると誓うのでした。続けてイッチは365日暇を極めたスレミンたちに向けて、実況してやるから付き合えとやたら上から目線で人形を取りに行く実況を始めると宣言します。すると案の定スレミンたちも人形の顔を拝んでおきたいと人形に興味津々な様子でイッチを見送るのでした。それからイッチはフィギュアやドール集めが趣味であることをスレミンたちに暴露します。しかし本格的な人形には抵抗があるらしく、託された人形をどうすればいいかと悩んでいるのだとか。またイッチの好きなフィギュアのタイプはエヴァや岩狩りプレシュアタイムなのだという、どうでもいい情報も付け加えました。そんなイッチの好みを聞いたスレミンたちは自分と同じ匂いを嗅ぎ取ったようで、ウホウホと興奮しながら親近感を抱き始めます。そしてあるスレミンは、人形を見てから処分方法を考えればと的確なアドバイスを書き込みました。こうしてイッチは今日の仕事が終わったら夜から出発すると告げてスレを去っていくのでした。その後もイッチが去ったスレ内では、一部のスレミンたちがもしも人形がエヴァのアスカだったらどうするんだとあれこれ推測し盛り上がり始め、別のスレミンたちもフィギュアだったらいいのになと今後の展開に期待しながらイッチの帰りを待ち続けます。それから数時間後、スレに現れたイッチは投稿が遅くなってしまったことをスレミンたちに謝罪すると、今日は給料日だったから食材を買い込んでいたと遅くなった言い訳を書き込みました。すると早速お給料の概念がない自宅警備2期からは、何を散財してきたんだと質問が上がります。そんな質問に対しイッチは、車で食べる和菓子を30個くらい買ったとまさかの大食いっぷりを披露しました。なんでもイッチは給料日に和菓子屋さんを4軒はしごしてお菓子を買うことが楽しみなのだとか。するとイッチのアクティブすぎる行動にスレミンたちも驚きを隠せない様子で、やりすぎだろや、じいちゃんにも少しはお供えしてやれよなどの言葉が飛び交っていきます。また別のスレミンが、じいさんからの遺言がエロフィギュアだったらどうするんだと指摘すると、イッチはその時は高価買取してもらうだろうと薄情なことを言い出すのでした。そんな
お金に目がくらんだイッチに対し、スレミンたちからは、悪い男だな、いや、お金目当てだろ、などの感想が寄せられます。また、アマゾンギフト券500円で人形買い取ると言い出す悪趣味ニキもいて、スレミンたちはどんな人形かと妄想して、ワクワクが止まりません。それから2時間後、イッチは車をブンブン言わせながら、じいちゃんの家に着いたと報告します。そんなヤンキー気取りなイッチの危険運転ぶりを察したスレミンたちが、近所迷惑だろとイッチに注意しますが、イッチはじいちゃんの家はかなり山の方にあり、周りには誰も住んでいないため、近所迷惑になることはないと話しました。続けて、じいちゃんの家が屋敷と言われてもおかしくないくらい大きいことや、屋敷の他に銅像もあるほどの広さなのだと説明します。そして、イッチは小さい頃、こっそり銅像に入った際、じいちゃんにこっぴどく叱られた記憶があると幼い頃のエピソードを思い出すのでした。すると屋敷というパワーワードを聞いて、お金持ち氏を嗅ぎつけたスレミンたちが早速遺産目当てに集まりますが、イッチは朝飯は鮭と白米だけという質素なものだったから貧乏だったと、何の根拠にもならない理由で遺産があることを否定すると、大福を食べながら意気揚々と家の中に入っていきました。それから数分後、イッチは今汚い玄関の前にいると書き込みます。なんでも、昔からじいちゃんは掃除をしないタイプだったため、相変わらず玄関は汚かったとのこと。しかし、現在一人暮らしをしているイッチは、そんな状況でさえも懐かしんでいる様子。すると、ベッドから1ミリも動きたくない怠け者スレミンたちからも、玄関が汚い状態について、共感の声が見られるのでした。また、そんなイッチの屋敷での捜索を廃墟スレだと勘違いするスレミンも存在しますが、イッチは廃墟スレではないと否定しました。しかし、家の中はかなり荒れ果てており、本当に人が住んでいたのかと、疑問が湧くほどひどかったのだとか。そんなイッチの話を聞いたスレミンたちからは、ネズミがいるんじゃないか、や、パラサイトに気をつけろ、などと、恐怖コメントが書き込まれ、スレ内には妙な緊張感が増していきます。そして、イッチも、自分が育った家が荒れ果てているのを見て、ショックを受けている様子です。すると、さすがのスレミンたちも、イッチに同情したのか、まあ、うちよりマシだから、いや、近所の住人たちからすると、タワマンレベル、と、意味のないフォローを言えるのでした。そんなスレミンたちからのフォローで、数ミリだけ元気が戻ったイッチは、家の中の様子を報告します。まず、室内は荒れ果てていたものの、ところどころに生活臭があり、ゴミ箱にはしっかりエロ本も捨ててあったのだとか。それを見たイッチは、じいちゃんが元気に住んでいた形跡が残されていることに、安心している様子。すると、そんなイッチのじいちゃんのお盛んぶりに、スレミンたちは、
天国へ尊敬コールを送り始めます。またここで一人のスレミンが一に人形はあったのかと聞いてみると、イッチは相変わらず大量の人形が飾られていると答えました。その種類は日本人形から熊のぬいぐるみまであらゆる人形が飾られているらしく、イッチは久しぶりの異空間にビビっている様子。そこで人形コレクションに興味津々のスレミンたちがイッチにどれがじいちゃんの遺言の人形なのかと聞いてみると、イッチは2階のもともと父親が使っていた部屋に例の人形があるはずだと考えました。そして何か見つけたらすぐに報告すると告げて2階へ進んでいきます。この展開にスレミンたちもドキドキしながらイッチを見守るのでした。それから数分後、イッチは父親の部屋にも大量の人形が置かれていたことを明かします。その状況を聞いたスレミンたちはじいちゃんだけでなく父親の部屋にまで人形が飾られているというオタクコレクターなイッチの家系にドン引きしている様子。さらにイッチは他にも父親の机の中から母親と父親のツーショット写真や父親が書いていた日記を見つけたと話しました。そこにはイッチの母親への愛が記されていたらしく、イッチはなんだか寂しい気持ちになるとセンチメンタルに陥ってしまいます。そんなイッチの話に感動するとともに、なぜか興奮しだす常識から外れた性癖を持つスレミンたちが現れる一方、まさかのしっとり話を受け、他のスレミンたちもイッチの父親の若き日のロマンスに興味津々の様子です。するとイッチはそんな両親のことをよっぽど仲のいい夫婦だったんだろうな、2チャンネルに書き込んでる息子がいて申し訳ないくらいと言って遠回しに親泣かせなスレミンたちをディスります。そしてイッチは家族愛を知らないであろうスレミンたちに向けて、親がラブラブだとこんなにしっぽり素直な子供が生まれるんやでという苛立つ一言を添えると、再び部屋の捜索に戻っていきました。そんなイッチの発言にスレミンたちは全力で反論しますが、その書き込みも虚しく、20分が経過してもイッチがスレに戻ってくる様子はありませんでした。こうしてイッチからの書き込みが途絶えてしまい、スレミンたちは何かあったのではないかと騒ぎ始めます。そしてイッチがいなくなった理由について、遺言の人形を見つけていろんな角度から眺めているに違いないなどとスレミンたちが口々に勝手なことを言い出す中、イッチがスレに帰還すると今も捜索を続けていると報告しました。そんなイッチの帰還に安堵したスレミンたちがスレを離れている間何をしていたのかと聞くと、なんとイッチはとんでもないものを2つ見つけたと明かします。というのもついに祖父から託された例の人形を見つけたというのです。するとそれが目的だったスレミンたちは色めき立つと同時に
早く見せろと騒ぎ出します。そうしてスレミンたちにせかされたイッチは、早速見つけた人形の写真をスレ内にアップしました。ところがスレミンたちにはただのフランス人形にしか見えないらしく、何か他に仕掛けがあるのかとイッチに聞いてみますが、イッチはただのフランス人形だと何のひねりもない回答をします。それを聞いたスレミンたちは、それならうちにもあるわとがっかりしている様子。そんな中、ここで別のスレミンが、もう一つの発見とは何かと聞いてみると、イッチは二つ目に父親からの手紙を見つけたと明かしました。それを聞いたスレミンたちは、心の準備ができていないと言いつつも、イッチに手紙の内容を尋ねます。どうやらその内容はイッチへの謝罪文だったらしく、幼い頃にイッチのそばにいてあげられなかったことや、祖父のことで迷惑をかけてしまったことを気にかけるような文言が書かれていたのだとか、加えてイッチの父親は退院日が決まったことを手紙に記していたそうです。するとその話を聞いたスレミンたちは家族愛に感動したようで、スレ内ではイッチの父親の退院を祝福するコメントが寄せられます。そしてイッチも26歳という遅咲きながら、これから親子の絆を深めていくと嬉しそうに語るのでした。しかしスレ内からは、父と祖父から人形を受け継いだってことだなという発言とともに、エロフィギュアのバトンだななどという感動をぶち壊すようなコメントも書き込まれます。さらにその人形に名前をつけようという流れになり、話し合いの結果、アンカ、つまり指定したレス番号に書かれた名前を人形の名前として採用しようということに決まりました。こうして人形の名前を決めるためのアンカがスタートすると、あるスレミンからチピチピチャパチャパにしようと猫が踊り出しそうな名前が提案されます。また別のスレミンたちもゴイゴイスやミッチェル後藤など様々な名前を提案しますが、結果的に人形の名前は水原さんに決定するのでした。そんな水原さんに対しスレミンたちは、変なイメージしか湧いてこないと妙な心配を寄せながらも、徐々に水原さんに対し愛着が湧いてきた様子。こうしてスレ内で水原さんコールが巻き起こる中、突然イッチが1階から何かが割れる音がしたと報告しました。そしてイッチが1階に降りてみると、なんと日本人形が入ったガラスケースが落ちて粉々になっていたらしく、イッチは驚きのあまりおじけづいてしまいます。この状況にスレ内のムードは一変し、不穏な空気が流れる中、あるスレミンが、家には誰もいないはずだよな、イッチの父親もまだ入院してるんだよなと確認しました。そんなスレミンの冷静な指摘に称賛の声が上がる中、イッチは、確かに父親は俺が生まれてからずっと入院していると答えます。すると事件の匂いを嗅ぎつけてテンションの上がったスレミンたちは、
だとしたら、どうやって手紙を置いたんだ？いや、わざわざ手紙で退院日を伝えるのは不自然だ、と、鋭い指摘を書き込んでいきました。そんなスレミンたちの意見に対し、イッチは、父親からの手紙が、1年から数ヶ月以内に書かれたものであることに気がつきます。また、父親が退院するという情報を、なぜ自分に直接伝えなかったのか、と疑問を感じている様子。さらに、イッチは、手紙の最後の言葉が気になる、と付け加えました。そこで、あるスレミンが、最後の言葉の内容を聞いてみると、どうやら手紙の最後には、この人形を手放すな、と書かれていたらしく、スレ内にはもやもやした空気が漂い始めるのでした。そして、急なホラー展開にスレミンたちもビビり出し、その人形とは水原さんのことか、と考えます。しかし、一部のスレミンたちは、なぜじいちゃんの遺言にあった水原さんを父親が手放すなって言うんだ、と指摘し、その手紙を書いた人は、本当に父親なのか、と疑う声も見られました。ところが、イッチは、水原さんは、じいちゃんと父親にとって大切なものだったのだろう、と軽く考えます。そこで、別のスレミンが、父親と人形の関係に心当たりはないのか、と聞いてみると、イッチは、昔から家にある銅像のことを思い出しました。なんでも、父との記憶をたどると、銅像しか浮かんでこないとのこと。ちなみに、銅像という単語にポカン顔をしている一部の視聴者のために説明すると、銅像とは、外壁を土壁や漆喰で仕上げた建物のことで、物を収納するための倉庫として使われています。そこで、スレミンたちが、銅像に何があるのか、と、イッチに尋ねてみると、イッチは、小さい頃に銅像に入って、父親にも叱られた記憶があるのだと打ち明けました。しかし、それ以降、銅像には一度も入ったことがないと話します。すると、スレミンたちは、銅像に行けば何かあるかもしれない、や、少年時代のトラウマが出てくるのではないか、と、イッチを小馬鹿にしつつ、期待を寄せました。そんなスレミンたちの意見に対し、イッチも、父親が何かを残している可能性を考えます。そして、後日病院にも連絡してみる、と報告し、早速銅像に向かうのでした。こうして、スレミンたちは銅像探検という非日常な展開に、少しずつテンションを上げて、イッチを見守ります。それから10分後、イッチは銅像に到着したと書き込みました。ところが、銅像はとても汚く、埃臭かったそうで、イッチはネズミが出そうだとビビり始めます。また、イッチ曰く、銅像の2階へ上がる階段もボロボロとのことで、文句を言いながら進んでいくのでした。すると、そんな怖いもの知らずなイッチに向けて、嫌な予感しかしないんだが、と、暗転予想を書き込むスレミンたちがいる一方、別のスレミンからは、いよいよ廃墟スレになってきたじゃねえか、というツッコミが上がりますが、そんなツッコミをよそに、イッチは、何かを見つけた、と、
立ちの悪い伏線を残して、そのままスレから落ちてしまいます。その後、スレミンたちは、一向に一からの変身がないことから、フラグを立てるなよ、や、また引っ張りやがって、などと、怒りのコメントを残しつつ、中には、父親がイッチを襲ったのではないか、や、イッチが土蔵で干からびてしまったのではないか、という、恐ろしい想像まで繰り広げられるのでした。こうして、イッチがスレを離れてから30分が経過し、スレミンたちも、警察に通報した方がいいのでは、と、ざわつき始めます。すると、しばらくして、ようやくイッチがスレに帰還しました。そして、スレミンたちが、心配したぞ、などと、心にもないことを言いながら、イッチに何があったか問いただすと、イッチは土蔵の中に古い手記があり、それを読んでいたと報告します。すると、スレミンたちは、何が書いてあるのか、と、すぐに新ネタに飛びつくのでした。それからイッチは、土蔵の中でボロボロの大きな木箱を見つけたと、興奮気味に明かしました。その木箱には、明治、御霊、形、二年と書かれていて、何か特別なものが入っているような雰囲気があったと言います。さらに箱を開けてみると、手記が入っており、その内容はところどころ汚れているものの、かろうじて一致にも読めるレベルだったのだとか。すると、一致の興奮がスレミンたちにも伝わったのか、新しい展開に、スレナイは大いに盛り上がりを見せました。そして、イッチは、その手記に書かれている内容を書き込んでいきます。まず、手記には、人形恩御霊の呪術という儀式の手順が書かれていたそうです。そのやり方はシンプルで、水を張った桶に刃物を入れ、人形を燃やすという単純な手順とのこと。すると、それを聞いたスレミンたちからは、水原さんを燃やすってことか、と、せっかく愛着が湧いてきた水原さんを惜しむ声が上がりました。ところが、イッチは水原さんを燃やすのではないと否定します。というのも、木箱の中には、別のボロボロの人形が入っていたらしく、その人形を燃やすのではないかと考えたそうです。すると、新たな人形の登場に、スレミンたちは、ひしょい人形ってこっちのことだったのか、とどん引きしながら、ひとまず手記を全部読んでくれ、と、イッチにお願いします。そこで、イッチが手記を読み進めていくと、どうやらイッチの家系は、人形のお焚き上げを行っていた家系らしく、その結果、霊などに取り憑かりやすい体質の人間が生まれやすいと伝えられているそうです。するとここで、スレミンたちから、お焚き上げとは何なのか、という疑問の声が上がったため、イッチはお焚き上げについて、大切にしていたものや人形を、今までの感謝を込めて供養し、焼却する儀式だと説明します。そしてしれっと、金なし、家なし、家宝なしのみんなには関係ないと思うが、と、出来損ない三拍子が揃ったスレミンたちをバカにするのでした。すると、イッチの家系体質に対し、スレミンたちからは、病気の遺伝と同じじゃないのか、や、
父親もそれで取り憑かれてしまったのではという指摘が書き込まれます。またイッチのフィギュア好きも家系による血の影響かもしれないとスレミンたちの行き過ぎた考察は止まらない様子。そんなスレミンたちの飛び交う考察に対し、イッチは自分の考えを書き込んでいきます。というのも、じいちゃんはイッチが人形に取り憑かれた時のことを考えて、水原さんと木箱に入っていた人形と共に死期を残したのではないかとのこと。またイッチの父親も取り憑かれており、呪いを解く方法を求めて最近この家に来たのではないかと結論付けます。するとスレミンたちもイッチの意見に同意し、木箱がそこにあるってことはイッチの父親はまだ呪いを解けていないのではないかと考えました。そしてイッチに手記に書かれた方法を試してみようと提案します。こうしてイッチは儀式で必要な水を汲むために一時的に母屋に戻ることを告げると、一旦スレを離れていくのでした。ところがその15分後、スレに現れたイッチは状況がさらに悪化していると言ってスレミンたちに助けを求めました。なんでも母屋の壁を叩く音がひっきりなしに聞こえたり、風呂場の曇りガラスに謎の女性の人影が映ったりといった現象に見舞われているとのこと。この明らかな霊障にさすがのイッチも怖がり始めます。そんなイッチの女性の人影を見たという報告に対し、錠を前世に置き忘れたスレミンたちは妄想癖治療してやろうかなどと冷たくあしらいますが、イッチは度重なる霊障のせいで次第に元気を失っていきました。そしてイッチは霊障に震えながら水原さんを抱きしめて父親やじいちゃんに助けを求めますが、これといった効果はないようで絶望してしまうのでした。そんなイッチを見たスレミンたちもさすがにただごとではないと思ったのか、イッチを心配し始め、微塵も助けにならないエールを送るとともに、何か武器になりそうなものを持っていけとアドバイスを送りました。こうしてイッチは儀式に使用する刃物を装備し、水を桶に汲むと再び土蔵に戻ることにします。ところがそれから数分後、イッチは緊急事態だと言ってスレミンたちに助けを求めました。なんでもイッチが人形を燃やすための枯れ木を集めて箱から人形を出していると、土蔵の周りから人の気配がするというのです。この不穏な流れを受けてスレミンたちは自分ごとのように弱気になり、もうやめておけばとイッチを制止しますが、先ほどまで弱気だったイッチは突然中山筋肉んばりのパワーを見せつけると、持ってきたライターで人形に火をつけ燃やし始めました。そんなど根性を見せつけるイッチに対しスレミンたちは、パワーじゃねえだろや心配通り越して痛いなどと冷たくあしらう始末。その後もスレミンたちの注意を無視して人形を燃やすイッチでしたが、生き物の木を燃やしたような強烈な匂いに耐えきれないと言って何度も吐きまくったと
スレミンたちに儀式の辛さを訴えます。ところが常にツッコミで心の隙間を埋めたいスレミンからは、獣の毛なんか燃やしたことあるんかという冷静なコメントが寄せられるのでした。その後イッチは人形を燃やして無事に儀式を終えると、土蔵の外から感じていたやばい気配がなくなったと報告します。ところが次は水原さんの顔にひびが入ってしまったと言って慌て始めました。するとスレミンたちは水原さんが何か結界のようなものを張っていたのだと推測し、その結界が壊れた証拠にひびが入ったのではといかにもな説を唱えます。また別のスレミンは外の怪しい気配がなくなった理由について、イッチを見ていた悪い霊が退散したのだろうと考えました。するとイッチもそんなスレミンたちの意見に納得し、確かに儀式を終えてから吐き気もなくなってすっきりしたと喜びます。そんなイッチに対しスレミンたちは、だから言ったじゃねえか、いや最初からやっとけと手のひらくるくるぶりを見せると、これから人形をどうするのかと尋ねました。それに対しイッチが言うには、人形やぬいぐるみはお寺へ持って行き、その他の遺品は業者に依頼して片付けることに決めたそうです。そして今日は自宅に戻るつもりだと明かしました。するとスレミンたちは、対応早すぎて草や、ちゃっかり儀式終わってるじゃねえかと、イッチの行動力に驚きながら、そんなにガツガツ片付けて大丈夫かと心配します。それから数時間後、イッチは自宅に到着したことを告げると、スレミンたちの心配する声に対し、何でも後回しにするから地牛になるんだと2チャンネラー全員を敵に回す発言をぶち込みました。また自分を守ってくれた水原さんを持って帰ってきたものの、これからどうすればいいかとスレミンたちに意見を求めます。するとスレミンたちは、フィギュアと一緒に飾っておけとイッチにアドバイスを送りました。こうしてスレミンたちの意見に納得したイッチは、守ってくれた水原さんを部屋に飾ることに決めると、この日はスレを去っていくのでした。それから2日後、イッチは希少い人形をもらったやつだがと言って再びスレを立てると、1枚の写真とともに現れます。その写真には見るも無残な状態になったフィギュアが写っていました。さらにイッチは事態が一変したと言って焦っている様子。すると早速リアルタイムでスレを追っていたスレミンたちが、水原さんの持ち主かや水原が動き出したかなどと軽口を叩きながら集まり出しますが、イッチのアップした写真を見た途端絶句してしまいます。そしてスレミンたちは次々と高価なフィギュアを狙った泥棒かと言い、注意喚起のスレかと憶測を立てながら、何か盗まれたのかと心配しますが、イッチは泥棒ではないと否定しました。なんでも家に帰ってきたところ、
写真のような状態になっていたとのこと。しかし金目のものは何も盗まれていないと言います。続けてイッチは壊れたフィギュアを片付けている時に突然ガラスが直立になり怪我をしたと言って応急処置を行った自分の手の写真を載せました。その写真を見たスレミンたちはフィギュアだけでなくイッチにまで被害が及んでいることに絶句するのでした。そしてイッチは人形を焚き上げしたはずなのに何かがおかしいと不安を感じたまま突然スレから離れてしまいます。その後スレミンたちはイッチの帰りを待ちわびますがイッチが戻ってくる様子はなくスレ内には不穏な空気が流れ始めました。それから1時間後イッチはやばいと怖いを連呼しながらスレに現れます。そんなイッチを見たスレミンたちはとにかく落ち着けとなだめますがイッチは何かに怯えているのか文字を打つのもままならない様子。そこであるスレミンが何かに追われているのかと尋ねてみますがそれからしばらく経ってもイッチからの返答はありませんでした。そして1時間後イッチは怖すぎて意識が飛んでいったという意味不明な言葉とともにスレに現れると何かに追われているわけではないと否定しました。そこであるスレミンが水原さんに変化はあるのかと聞いてみますがイッチは元気だと一言回答するのみで詳細を語る様子はありません。そのためスレミンたちはその答えの意味がわからず困惑してしまいます。そこで水原さんが動いたりはしていないだろうなと確認しますが再びイッチからのレスが途絶え、それから1時間が経過した頃イッチから怖い怖いいないという意味不明な返事が返ってくるのでした。こうして何度もスレから出て行ったり戻ったりを繰り返すイッチにスレミンたちは拉致が開かないといった様子で今日は戻ってくるなと助言します。こうした状況を受けてこのスレは気持ち悪さ全開で収束するかと思われましたがそれから数日後イッチはスレに現れるとあの時はすまなかったと謝罪しなぜあの時動揺していたかをスレミンたちに説明しました。何でも仕事から帰宅しフィギュアがめちゃくちゃになっていたのを片付けようとしたところガラスで手のひらを深く切ってしまったことに加えて部屋に水原さんの姿がないことに気がついたというのです。そしてイッチは部屋の中を探しますが水原さんは見つからなかったらしく警察に相談しようかどうか迷い始めたと言います。するとその出来事を聞いたスレミンたちは数日前のイッチの動揺ぶりに納得するといなくなったのは水原さんだけなのかと質問しました。それに対しイッチはいなくなったのは水原さんだけだと答えます。そして水原さんが消えたことでパニックになったイッチは一旦落ち着こうとコンビニへ向かったそうです。ところが帰宅した際
配達ボックスの中に手紙が入っていることに気がつき、中を開けてみると、なんと亡くなったはずのじいちゃんからの手紙が届いていたと明かしました。そんな衝撃的な事実にスレミンたちは、手紙の中身を教えろとイッチをせかします。そこでイッチは手紙の内容を語り始めました。イッチによれば、そこにはイッチの父親がイッチのことを憎んでいるとの内容が書かれていたというのです。そしてその手紙の中で、イッチのじいちゃんは父親がそれを逆手に取ってイッチに呪いをかけようとしているのだと忠告してきたと言います。さらに手紙には、呪いから身を守るために銅像の木箱に入っている人形に守ってもらえるようお願いするようにというじいちゃんの指示まで書かれていたのだとか。するとこの衝撃的な展開にスレミンたちがパニックに陥っていく中、別のスレミンたちは、なんでイッチの父親はイッチを憎んでいるんだよと疑問に思います。しかしイッチは手紙の最後に、止められなくてすまないと書かれていたことを明かすと、突然、思い当たるところがあるからそこに今から行ってくると言い残し、スレから去ってしまうのでした。こうして残されたスレミンたちはその後も考察を続けます。まず父親の部屋で見つかった母親との仲睦まじい写真や、愛していると書かれた日記、そしてイッチが最初に話していた、イッチが生まれた時に母親が亡くなったという事実から、父親はイッチが原因で母親が亡くなったと思い込み、恨んでいたのではないかというのです。さらにじいちゃんの手紙の内容を吟味した結果、本来お守り代わりに保管していたはずの水原さんと、手紙に書かれていた木箱の中にある人形は全く別の人形であることが発覚します。こうしてイッチが祖父の家を探索していた際に大切に持っていた水原さんは、実は父親が残したものであるという考えが濃厚になるのでした。また他のスレミンたちは、イッチが儀式で燃やしてしまった人形こそが祖父から託されたものだったのだろうと結論付けました。その後もスレミンたちはイッチを心配しますが、イッチがスレに現れる気配はなく、スレ内では明日のお昼ご飯に備えて寝るという、人の心配より三度の飯に来たちがそろそろとスレを去っていこうとします。ところがそれから2時間後、お待たせと言ってイッチが再びスレに現れたのです。するとイッチの帰還にスレミンたちは喜び、もののけ姫のおっこと主のモノマネをしながら盛り上がります。そんな中、一人のスレミンが何をしていたのかと聞いてみると、イッチはじいちゃんの手紙がどうして家に届いたのか調べていたと明かしました。イッチによると、じいちゃんは亡くなる前にイッチに手紙を送ったようなのですが、それが届いたのがかなり後だったことから、イッチは父親が先にじいちゃんの手紙を開いたのではないかと考えた模様。そこで父親の入院している病院に連絡してみたそうですが、その結果
なんと父親は一度も入院していなかったという事実が判明したのです。それを聞き、一人のスレミンが入院は嘘だったってことと確認すると、イッチは父親の入院が嘘だったことを認めると同時に、父親は何年も精神を病んだふりをしてじいちゃんの死を待っていたのではないかと推測しました。さらに父親はじいちゃんが呪いを止める手段をイッチに伝えるだろうと考え、手紙が自分のところに届くように手配していたのだろうというのです。ところが、そんなイッチの意見に納得がいかないスレミンたちは、どうして父親はそんな手間のかかるようなことをするのかと考えます。すると、イッチはスレミンたちの考えに対し、おそらく俺に絶望を与えたかったのだろうと予想しました。なんでもイッチは自分のことを執念深いタイプだと自覚しているらしく、そのため父親ももっとやばいはずだと親子での執念深さを分析している様子。すると、スレミンたちは、水原さんが呪いの人形だったなら結果的にいなくなってよかったなと安堵します。ところがイッチは、水原さんが戻ってきたんだという衝撃的な事実を報告したのです。すると、その報告を聞いたスレミンたちは、やっぱり木箱の人形がないと無理なのかと絶望してしまいます。続けてイッチはコンビニから帰宅した際、部屋のベッドの中に水原さんがいたのだと説明しました。しかしイッチは水原さんに対して違和感を覚えたらしく、2枚の写真をスレにアップします。そのうち1枚には大量の髪の毛が写っており、もう1枚には古い写真が写っていますが、イッチ曰くこれらが人形の中から出てきたとのこと。すると、その写真を見たスレミンたちは一斉に絶叫してしまいます。そして大量の髪の毛を見たスレミンたちは口々に、イッチの髪の毛がハゲていないかと心配しますが、イッチは俺の髪は大丈夫だとハゲ疑惑を撤回しました。しかしその一方で、一緒に入っていた古い写真に写っているのはイッチ本人だというのです。そしてイッチは、こんな写真を入れられるのは父親しかいないと断定します。すると、それを聞いたあるスレミンは、水原さんが父親の仕込んだ人形なのだとしたら、髪の毛と写真を入れることが呪いの儀式だったのではないかと推測しました。またイッチと父親がお互いに人形でバトルしていたのかと、空気の読めないツッコミを入れるスレミンも存在し、イッチが持つべき人形は水原さんじゃなかったのではないかという意見も書き込まれます。そしてイッチも、じいちゃんがせっかく守ってくれようとしたのに申し訳ないと落ち込んでいる様子で、この先水原さんをどうすればいいのかとスレミンたちに相談するのでした。そんなイッチに対し、回し蹴りして燃えるゴミの火にポイしちゃえという破天荒すぎる意見や、他にも阿弥陀仏ぶつくいくいぶいぶいって言えば差し出してきた父親を呪えるなどと、縁起でもないアドバイスを
楽しそうに書き込むスレミンも現れます。しかし多くのスレミンたちは、もうそんな奴は俺たちの水原さんじゃないや、早く燃やして捨てろと真剣な様子でイッチに助言しました。ところがイッチはそんなスレミンたちの指示を静かに拒否すると、水原さんは俺の家のコレクションの一部になるはずなんだぞと残念がっている様子を見せます。しかしここであるスレミンが、水原さんがいる限りまだ呪いは終わってないのではないかと不気味なコメントを投下したことで、スレミンたちは次に起こる恐怖を予感して震え上がり、水原さんを早く捨てろと改めてイッチをせかします。するとそれを聞いたイッチも、水原さんのせいで何かが起こるかもしれないという不安には耐えられないと明かします。そこでスレミンたちは、イッチがそこにいる限り何らかの不幸が起こると息をするように不安を煽りながら、イッチにお祓いを勧めました。こうしてイッチは水原さんをコレクションすることを諦めると、明日にでも神社に行くことにし、近々引っ越しする決意を固めます。そしてさすがにこれで水原さんもついてこないよなとビビりながらスレミンたちに確認しました。しかしスレミンたちは、水原さんがついてこないとは言い切れない、いや新しい家に移っても水原さんがいるかもしれないねとゾッとするような一言を残し、水原さんの呪いの力に震えながらこのスレは幕を閉じるのでした。人間による怨念と人形の怖さが交差した後足の悪いスレとなりました。秘書コレクターの皆さんも、いわくつきアイテムには気をつけて、次回の動画も楽しみにしろください。とある小説の編集者に送りつけられた差出人不明の一通の短編小説。そこに書かれていたのは完全犯罪を予言した殺害予告だった。